無失点で勝ち点1をもぎ取りましたサッカー J1 のサガントスは先月29日に浦和レッズと対戦しましたこの日のトスは守備に重点を置いた布陣で臨みました日本代表選手を数多く抱える浦和に対し福田暁人選手らの激しい寄せで攻撃の形を作らせませんでしたキム・ミヌ選手や鎌田大地選手が不在の中 最後まで集中を切らさず、裏輪を無失点に抑えました。逆にトスも攻撃のチャンスがほとんどなく、シュート3本に抑えられました。0対0の引き分けに持ち込み、勝ち点1は獲得したものの、最下位の昇段が勝って順位を上げたため、トスは暫定17位に後退しました。